あ、代役ってことじゃなくてですね、これですね、間違いあったらいけないのは審判候補って何人かいるんですよ。だから審判する人がいないってことにはありえないんですよね。はい、鈴木選手がって、いや会場はそうでもないって言ってますけどね。はい、会場はそんなに寒くないんですけど、この放送席はやばいです。本当にやばいです。審判ってお客さん、まあ、ここ拾わなくていいな、この人は。ごめんなさい。さあ、コーク、あー、ブルーアウトですね。レアラ選手がブルーアウト、そしてその内を狙う鈴木と、これもブルーアウトですね。ブルーアウ、ブルーアウで、これはアゲインですか。さあ、ブルーサイアウトですね。あー、これまたアウトですね。これで鈴木徹選手の先行ですね。そうなんですよ、ね、前の試合は余裕あるんでちゃんと候補は決まってるんですけど、なぜかそこがしっかりと決まってこないというね。今聞かれました、この方たちが多分レフリーせずに帰った方々です。言ってやった。さあ、140スタート、鈴木徹対する上原弘明。さあ、135取ってきました。140しっかりと削ってきております。さあ、上原選手、あー、ここで痛恨のロースコア。3投目で60をねじ込んで157、上がり目を作ってきました。さあ、60か。さあ、97から100残り。さあ、もう一本60。あ、ダブルアレンジですね。さすがですね。やっぱりこうダブルリングが広いのでね、そこでダブルアレンジ決めてきます。さあ、トップダブル、弾かれて下、そして10ダブル決めてきました。そんなに寒くないと思うけど、そこまでさっき言ってきたけど、
やっぱこれ対策も大事ですよね。はい、このこういうね寒波が来るような日もありますんでね。はい、対策大事です。さあ、そしてなんか3人とも夫婦してますね。いやいや、これ、どうなんでしょうね。やっぱり個人差あるんじゃないですか。でも、なんかこうポケットの中に例えば、まあ、ヤンマーはこう北海道ですね、はい、やってますし、対策はねやっぱりある程度打ってこないと、この時期ですからね。もう3月といってもまだ冬寒波とか来ますからね、はい、そうですね。夫婦じゃないですもんね。ははですもんね、本当。僕寒いですマジで。もう鼻水かなり。でもアイスコーヒー飲んでますからね。選手も頑張ってます、ね。馬付き。なんか昨日飛行機も中止になったぐらい、飛行機も飛ばなかったぐらいの寒波が今来てるんですよね。降りられなかった。でもね、こうやってきちっと入れてきますからね、見せるダーツはちゃんとできてますので、はい、いや、暑い会場か寒い会場かって言ったらですね、まあまあこれ暑さ寒さの強さにもよるでしょうけど、どうなんでしょうね、まあ、暑い会場の方がまあ楽は僕楽ですけどね、はい、寒いのはちょっとどうなんでしょうね。まあでもね、本当。そして50点取ってきました。さあ、ブルーで先行のクリケットを井原選手がキープしました。さあ、そして鈴木選手先行のクリケットへとゲームは続きます。口から吐く息が白いのは10度の目安、鼻からの息が白いのは5度の目安なんですね。すごい。旭川かどっかの方なんですかね、富良野とかですかね、詳しい。マックスアウト。ビッ、さあ5で詰め寄ってきます。さあ、ここでカットまでですね。さあ、鈴木選手ここで大きく加点決めたいところ。さあ、1投目来た。オーバーまでですね。オーバーまで。
さあ加点からのカット決まらず、ここも一本だ、かろうじてオーバー。あー、5-7決めてきた、点数を増やしていく。なかなかトリプル絡んでこない、鈴木徹。うん、さあカットからの加点決まればビッグラウンド、ビッグラウンド。寒さが原因、やっぱそれも多分あると思いますけどね。でもなんか隣の相良選手だけはなんか常夏にいるようですね相良選手だけみんなもうほんと死ぬんじゃないか、もうこのまま寝るなみたいな感じのね、状態ですけど、相良選手だけは常夏の、もうここはハワイみたいな感じですけどねやっぱ生肉なんでしょうね、なんか多分人参とか食べたらこう冷え性治るっていう、人参とか豆に食べてるんでしょうね。さあここでファイブバック、トリプル絡めてきてセーフティー圏に点差を持っていきます。解説するくらいなら回路を買ってきて配布してください。この画像を見て笑って解説するどうかしてる。え、なんか問題ですか、高雪阿部さん。そんな問題じゃないと思いますけど、はい、やっぱりこういう環境でもですね、やっぱりきちんと自分のペースで投げれてる人もいるわけですから、はい、そんなに寒くないです。言うても僕が今話してるところが一番寒いです、はい、なんでカイロを買ってきて僕が買ってきてあげないといけないんですか。ほんと話がもうしちゃかめちゃか。さあそして140取ってきました。140同士のスタート。さあロースコアですね。さあこうしっかりと点差を詰めてブレイクしたい鈴木徹。
60ですね。さあそしてトリプル絡めてきた235、残りの上原に対して鈴木徹301、大きく削りたい、上がり目まで出したい。あーここも絡まず。さあ235残り20から、そしてブルーアレンジ、ナイスアレンジですね。170で上がり目を作ってきました。ここきっちりとね。さあ60から決まらず、もう一回60135、ブルーでもいいし60でもいいみたいな、そういう状況。さあ125点、71残りの鈴木に対して、さあここブルーアレンジです。でこれ60ですね。ここは60から、まあそれでもいいのはいいんですよ。まあ18でも60でもいいんですけど、決まればサブ6残りですね。54サブ6。さあ51で、そしてアレンジは18トップ。あブルー、え、あそっか、すいません申し訳ない、インナートライでした。法則があるんですね。トップアレンジからのダブルトップ、しっかり決めてきました。上原選手が3対1で鈴木選手を下しました。